木村翔達5月27日昭和22年11月1日は、日本の裁判官、検察官、政治家、検事総長、司法大臣、貴族院議員、熊本県出身、東秀則の次男として生まれ、木村成病の養子となる。中学最最高、第5高等学校を経て、1906年7月、京都帝国大学法科大学を卒業。 司法監視法となり、奈良地方裁判所詰めとなる。1九0 8年四月、検事に任官し、東京地方裁判所予備検事に着任。以後、岡崎区裁判所検事、千葉地方裁判所検事を歴任し、1 9十一年四月に退職。翌月、ドイツに留学し、中林原大学、ミュンヘン大学で学んだ。1 9十四年に帰国し、 同年4月、東京地裁判事に復帰した。以後、東京地裁部長、司法書記官兼司法省参事官、大臣官房調査課長、県検事、大審院検事を歴任。1931年9月、司法省刑事局長に就任し、大審院検事、大審院部長判事などを務めた。1938年7月、東京高訴委員長、さらに、 1939年2月、検事総長に就任した。1940年1月、与内内閣の司法大臣に就任。同年7月、同内閣が総辞職をすると、同月16日、貴族院直選議員に任じられ、研究会に属して活動し、1946年5月16日に辞任した。戦後、1946年に、 公職追放となった。その他、法制審議会幹事、法規整備委員会委員、王皇族審議会審議官などを務めた。ありがとうございます。